今日はダークネクロを狙ってね、ウルトラレア宝箱を引いていきたいと思います。頼む、ダークネクロ、ダークネクロ。まだ出るわけない。はい、ということで、どうもドズリです。いや、今日のオープニングね、一段とひどかった、ごめんなさい、自覚しております。はい、すいません。気を取り直していきましょう。ダークネクロ、新しいカードがリリースまで14日間という、発表とともに、ステータスがね発表されたので、今日の動画ではダークネクロがどんなユニットなのかっていうのをちょっとステータスを見ながらね、お話ししていきたいなと思っております。で、改めて整理なんですけれども、4コストのウルトラレア、ランバーとエレクトロウィザード、インドラと一緒な感じですね。で、インドラは空ユニットなので、ランバーとエレクトロウィザードとステータス比べてみると、結構ね、ネクロマンサーっていうとすごい弱っちいイメージがあるんですけれども、エレクトロウィザードよりも体力もダメージも高いです。ファイアーボール一撃からも余裕で、身を守ることができる。ライトニングは普通にやられちゃうけどね。ただ、ランバージャックよりはさすがに、ステータス的には弱いかなといった感じですね。ただエレクトロウィザードよりも体力があって、エレクトロウィザードよりもダメージが出るっていうところを考えると、単体でそこそこ、本体自体がね、強いんじゃないかなというイメージですね。4コストにしては非常に優秀なユニットなんじゃないでしょうか。本体だけのステータスを比べると、一番近いのがね、メガゴでした。で、メガゴは空ユニットなんで、比べるとちょっと難しいかもしれないんですけれども、ナイトよりもね、確かダメージ高いんだよな。ナイトのダメージが確かね、さっき比べた時に144なんで、190ってことは結構ナイトより強いですよね。ヒットポイントは、ナイトよりもかなり低いんですけれども、そう考えると、こう本体だけの、ダメージにも期待できそうという感じでございます。多分ネクロマンサーと違って単体攻撃かつ地上だけを攻撃していくので、どちらかというとこうランバーだったりナイトみたいな感じで、単体としては使っていく。かつこいつのユニットの特徴としてはコウモリですね。コウモリというユニットを出してくれるんですが、こちらヒットポイント、ダメージともにスケルトンと全く一緒です。攻撃速度も一緒。ただ、バットっていうかコウモリですね、コウモリがスケルトンと違うのは、まず移動速度がスケルトンよりも速い、移動速度とても速いになっていて、スケルトンは速いなので、スケルトンよりも早く敵に到達することができ、かつ、攻撃目標が空中地上と、スケルトンは地上しか攻撃できないんですが、空中も攻撃できるっていうのがコウモリの特徴となっております。で、生成時間5秒間なんですけれども、これノーマルネクロと比べてね、かなり早いんですよ。 1.5 倍ぐらい、早いので、普通にネクロマンサーを使っている感覚よりもどんどんコウモリを出してくれる、というユニットになっています。だからネクロマンサーと比べるとひどいですね。ネクロマンサーだって5コスト1コスト高いのに、ヒットポイントもダメージも、ダークネクロよりかなり負けていて、で、生成時間も 7.5 秒と 1.5 倍で、負けておりまして、ネクロマンサーよりもかなり優秀っていうのが、このダークネクロのステータスを見ればわかるという感じでございます。移動速度が本体自体が普通なので、使い方としては、例えばこうジャイアントの後ろに公営ユニットとして使ったりだとか、普通のネクロマンサーの使いたいような使い方で、ネクロマンサーってやっぱ5コストの割にこう性能的にいけてない感じがね、若干してしまっているんですけれども、このダークネクロは今ステータスだけ見ると、結構優秀なんじゃないかなという感じでございます。どうですかね、このダークネクロが、例えばジャイダークネクロとかが、これダークネクロなんて訳せばいいんだろう、ダネク闇ネクかな、闇ネクかな、ジャイアミネクとかが流行った時に、ライトニングとか使う人がどんどん増えてくるんじゃないかなという予想ですね。これまた来るのかな、なんだったっけ、 U のチャレンジみたいな感じで、グランドチャレンジで12勝できたらダークネクロをプレゼントしますみたいなチャレンジがまた来そうな予感がしますね。2週間後ちょっと楽しみに待っていきたいと思います。あ、てか U のとステータスほとんど一緒だな。ヒットポイント750の160ってことはもうほとんど一緒かもしれない。ちょっと待って、滑る、手が滑る事件、こちら、かなり似てますね。 U のよりもでもダメージが出るっていうところが一つポイントかもしれません。はい、ということで、結構ね、これちょっと私個人的にはダークネクロ注目のキャラクターてか、ビジュアルもすごいかっこいいですよね。ダークっていうなんか中二病感もまとっていて、すごい期待のね、新カードなので、2週間後楽しみに待ちながら、次のアップデート待っていきましょう。そろそろバランス調整が来そうな予感だけど、なんか最近あれですね、クラロは毎月
こうバランス調整来てるんですけれども、こうユニット的にね、かなりいい感じの環境に、なってきているんじゃないかなと思うので、なんかこれが一つ飛び抜けて強いみたいなのがね最近ないので、まあ、次のバランス調整にも期待してね、待っていきたいと思います。ということで、今日の動画はじゃあこんな感じで終わりにいたしましょうか。この近日公開のもう一枚見えてないやつは、コウモリ単体ですね。確か何コストあったっけ、アップデートの動画を見直せば分かると思うんですけど、確か1コストか2コストの、スケルトン的なね、あの空のスケルトン的な、カードだったと思います。ということで、まずはこのダークネクロ2週間後楽しみに待っていきましょう。ということで、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。